さんこんにちは、ゆうたろうと文次郎です。今日は令和6年4月の19日金曜日です。時刻はね、3時半になりました。ここはセイコーマート橋本さんです。今日はね、金曜日ということで、文次郎君たちはね、ここでお食事をするのを楽しみにしています。1週間のね、頑張ってきたご褒美としてね、こちらのセイコーマート橋本さんで金曜日はカレーを食べています。最近ね、16日にジンギスカン弁当が販売されたということで、日本最南端のセイコーマート星野さんでね、ジンギスカン弁当を買い込んでお家で食べました。星野さんはね、イートインがないのでお家で食べることになりますけども、今日はね、橋本さんイートインコーナーがありますので、こちらの方でね、ご飯をいただきたいと思います。金曜日はカレーなんですけども、何か他のものがあればね、またカレーがなければ他のものにしたいと思います。今日はね、すごい風が強いんですよ。文次郎くん飛ばされそうです。ではね、中に入って何があるか楽しみです。文次郎くんはね、ホットシェフのコーナーにやってきました。この間ね、買ったジンギスカン弁当をね、橋本さんでも販売しています。ただ今ね、こちらにはなかったです。ただね、我々は今日目的はこちらのカツカレーですので、文次郎くんはカツカレーを買いました。それからね、今セイコーマート話題沸騰のね、我々が小さい頃によく食べた揚げパンがね、売ってます。ただね、今こちらにないんですけども、文次郎くんがね、最後の1個を買い込みました。店員さんによりますとね、2時頃揚げたということでね、まだまだ今さっき揚げたものなのであったかいです。私がね、小さい頃、小学生の頃はね、よく揚げパン給食に出たんですけども、今焼きスーパー弁当落っことしちゃいました。これ後で買っていきましょう。今回のね、焼きそば弁当は普通のね、焼きそば弁当売ってません。焼きそば弁当ちょい辛とね、たらこ味ということで、ちょっとね、我々辛いのは食べられないので、今回はね、焼きそば弁当食べるのね、ちょっとやってみます。ではね、またいつもの通り撮影していると、ホットシェフがね、冷めてしまうので、これでね、一旦ご飯を食べることにします。それからですね、今ね、奥様がおすすめということでね、ジンギスカンの焼きそばが出てるということで、こちらね、焼きそばのインスタント出てました。こちらね、帰り買っていきたいと思います。今日かね、今日発売と今奥様がね、言ってましたんで、いち早く我々もね、こちら取材することができました。西日が強いんですけどもね、今日はいつもの通りチェット君がね、カツカレーを買いました。もう毎週ね、金曜日はワンパターンの夕食でカツカレーをね、食べています。1週間のご褒美ということでね、カツカレーを食べています。それからね、文次郎の大好きな今日はアップルジュースです。そしてね、なんと揚げパンがね、最後の1個だったんですけども、こちらね、今奥様に聞いてあれば2時頃に揚げたということで、まだ1時間前に揚げたばっかりのね、揚げパンです。もう最後の1個になってしまいました。橋本さんもね、結構この揚げパン売れちゃうんですよね。ですからない時もありますけども、こちらね、今日1個買うことができました。私もね、昭和生まれ、1960年生まれなので、学校給食がね、まだまだこういったパンだとか、今のようにね、豪華な給食ではなかったので、例えばね、こういった揚げパンが出てくるとね、当時は甘いものが非常に貴重なものでした。もう今じゃね、信じられないんですけどもね、僕らは牛乳じゃなくてね、脱脂粉乳というね、何か赤ちゃんのミルク、粉ミルクをね、研いで、それをね、みんなで飲んだような記憶があります。
あとね、懐かしい揚げパン、ね、セイコーマート、セイコーマートももう50数年ですけども、ちょうどね、私が小学校に入ったのも50数年前ということなんで、非常にね、嬉しく思っています。チェト君はね、今日は連れてきてくれたおかげで、カツカレーと揚げパン、そしてね、今日先行発売というわけではないんですけども、橋本さんでね、ジンギスカン焼きそばがね、販売になっているということで、奥様が今教えてくれたのでね、プチ取り用に1個ね、買いました。帰ってからね、また食べるのが楽しみです。この辺にセイコーマートは、毎週毎週ですね、新しい商品が出たり、また再販商品が出たりということでね、お客様を飽きさせないということで、いろんな工夫をしてくれています。他のね、大手のコンビニもそうなんですけども、ただ他のね、大手のコンビニはこういった再販だとかではなくてね、新商品の発売ということで、いろいろとね、工夫をしてくれているみたいです。ただね、新商品が非常に高いですよね。こちらのね、セイコーマートのカツカレーは630円です。これはね、税別なので、もしね、持ち帰りますと680円という形になります。私もね、これ食べていきますので、これプラス63円なので793円ですかね。そういった形になります。でもね、693円でもね、非常にお安いなと思います。結構ボリュームあるんですよ。あとね、その他揚パンと、それからね、今日はマカロニサラダ、そしてキュウリの酢の物ということで、そろそろね、暑くなってきましたので、こんなね、商品をチョイスしました。でも嬉しいですよ。我々がね、57年ぐらい前でしょうかね、小学校に入った時にいただいたね、この甘い揚げパンがね、今も忘れられないです。私はね、昭和生まれということで、戦争が終わったのが1945年、私が生まれたのがね、1960年ということで、戦争が終わってから15年後ということです。まだまだね、私は戦中生まれなので、東京のね、足立区戦中生まれなので、その頃はね、アスファルト道路もね、あんまりなかったんですよ。みんな砂利道でね、あとトタンの塀だとか、そういったね、昔風のね、映画でオールウェイズっていうのがあると思うんですけども、そこにね、出てきたような感じのね、風景が私の脳に焼き付いています。こうしてる間でね、どんどんせっかくのね、落とし物が冷めてしまいますので、これで、動画を止めたいと思いますけども、今日はね、テッド君が連れてきてくれたおかげで、このね、ジンギスカン焼きそば、ジンギスカン弁当もね、今好評発売中なので、ぜひ、お近くのね、セイコーマートでジンギスカン弁当、そしてこのジンギスカン焼きそばをね、そしてまたこちらのね、揚げパンも食べてみてはいかがでしょうか。ではね、次のセイコーマートでお会いしましょう。